はどうも、生サティニータの小松です。ボーカルのコウです。ベースのリョウヤです。新しいスタジオに来てます。はいはい、渋谷の某所スタジオ、なんかね、ちょっとワイヤレスマイクでちょっと戸惑いましたね20分ぐらいロスしました。どうですか、第73かな、74か、44っす。いえいえいえ、ははどうですか、何が1週間、去年は、去年じゃねえ、先週は台風、まあそうだ、すごかった。あーすごかったね、台風台風東京って結構やばかったらしいよ、場所によっては、うん、田園調布とかやばかった。なんかうちの上を台風の目が通ったらしい。やべえ、6、70人死んだよね。70人ぐらい全国で。マジか、割とちゃんと黙祷しようか。お願いします。はこんな感じで、じゃあ1週間を振り返ると、まず心霊スポット走ってみただよね。どんなとんであれの裏話をちょうだい。泥がすごかったよね。泥すごかった。次、はあ、はあ、心霊スポット酔ったら怖くない説だよね。はい、裏話をちょうだい。裏話っすか。いやもうね、裏話じゃないけど、まあ飛んだエロ集団にね、まあ、救われたね、あの企画は。ありがとうございます。その当時は聞こえてなかったでしょ。聞こえてなかった、そう俺編集しながらびっくりしたもんあ、こんなのにピンクローターって言ってるはははは、へっは、心霊スポットで変態プレイをねしようとしてる人がいて、はい、びっくりしました次はね、心霊スポット目隠ししたら怖くない説、あれの裏話をちょうだい。あれは、あ、ドッキリかけられましたね。そう、なんかこのままじゃやばいと思って何も起きないと思って取れ高的にね急に逃げた。それが一番怖かったですね急遽ね、うん、まあ、リョウヤがリュック忘れてたりとっさだった。俺も急にドッキリやるって聞かされたから、まあ、ドッキリじゃないと起きない笑いがあるよ、ね、うん、次がデス、心霊スポットデスソース飲めば怖くない説。いや、あれマジで面白かったね、あれやばい、あれはあのシリーズの中で一番面白かった。いやーちょっとね、やばいよね。デスソースなんとか、サドンですか、あれはやばいよ。俺らこないだ飲んだじゃん、みんなで。あれサルサ、あれよりでしょ、あれより全然やばい、すごいね。あれはすごかったね。デスソースもう食堂が拒絶したから、全部吐き出しました。お茶を渡す時の涼也が面白かったんだよな。どういうことなのそれいや、なんか見てみよう後で、なんかこう渡しておまちゃんが受け取った後に見たの、首かしげてなんか去ってくる何あれと思って、俺がかしげたいわスタッフみたいだと思った。次が黒染め、黒染めした、し
してましたね。いやあれは何、本当に24時間置いてんの？置いてる置いてる。やばいね。ラップしてね。プロは普通じゃん。うん、めちゃくちゃ痒くなってね。痒くて目覚めた。ちょっとやばかったです。皆さん飲まないでください。はい、美容室行った方がいい。まってな感じで1週間が終わり。はい、今日はね、水、引き水を出します。おお、はい、今日日曜日です、撮影は。だいたいね、撮影日曜日になったので、はい、日曜日までにコメントいただけたら僕ら読んでいきますんで、はい、コメントください。お願いします。お願いします。引き水、飲むのも水すぎた。充電に恵まれないで。そうマイクなし。いやきつかったね。海様にお元気ください。南アルプスはちょっとなんか甘い。エビアとイロハスはどうかな。水ですよねって感じですか。はい、そうですね。でまあ、ドラムが動画上げてません。うん、あ、そうなの。なんかさ、両親から聞いたんだけどさ、ドラム何やってるの。なんか俺も聞いた話なんだけど、なんか漁師やってるみたいな。やばいんだけど。工場系じゃないの。工場系か。だね、土木系じゃないの。ああ。うん。漁師かもしれない。なんかツイッター見たの、たまたま、うん、フォローしてないんだけど。なんか、海釣りの全員してない。全員してない。なんか、海の写真撮って、なんか船から撮ってるっぽい写真だった。なんか釣り竿を垂らしてたから。それはプライベートで釣りしてただけです。遊んでんだけだろ。そうか、まだ働いてないんじゃないかな。釣りしてんじゃないか。鉄塔みたいなもの持ってなんか氷に投げて詰めてしなんか。いや、よくわかんない。いやありがとうございました。ウェイ。